使命は何だっけ。世界中の人々を笑顔に、ね、3月20日はね、うん、スマイル社長としては絶対に忘れてはいけない国際〇〇デーですよ。はい、笑顔で幸福で幸福で、ね、スマイル社長として外せない。外せないよ。国連外したけど、ね、国連の関連組織などが中心となって世論調査を行い、世界の国や地域の幸福度をランキング形式で発表しています、うん、さて日本は何位。3位。51位。うわー低っ。1位は7年連続でどこでしょう。ドイツ。フィンランド。じゃあスマイル社長にとって幸せとはズバリ、自分が幸せになる瞬間ってのはやっぱり自分の好きな誰かが幸福になったり笑顔になったりしてくれることが僕は幸福だと感じます。思ったよりしっかり答えてくれた。